皆さんこんばんは、ガエルチャンネルです。今日も筑波サーキットから、おお、もうレッドシグナル来ました。スタート。予選は4番手、これはイン側を取れるので有利ですね。さあ、筑波2000のスキップババレース、24周で争われます。さあ、これインに来る来る、うん、まあ開けときましょうね。 OK、 よかった、番手通りクリアできました。さあ、ここはちょいイン側、ちょいイン側、うん、で立ち上がり悪くなるけどブロックには成功しますね。あそこでねイン入ってこられるともうめちゃめちゃになってしまうので、よし、いいですね、いいですね。おっと、1番手ダニエルさんがミスしましたね。うん、まあ、さすがに1周目最終コーナーでは仕掛けないみたいですね。ああ、そして後ろが結構空きましたね。うん、まだ冷えたタイヤだとねなかなかコントロール難しそうですね。前が結構速そうなので、最低でも4番手という位置を確定するために、まあ、このまま、ね、落ち着いて乱すことなく隊列を組んで後続を引き離していきたいですね。あ、またミス。なんかダニエルさん頻繁にミスしてますね。あ、そして譲らない。うん、クラスが、お、そして、うん、前の緑色のダーンさんもミスしましたね。どうだ？うん、なかなか皆さん予選は早かったですけど冷えたタイヤには苦労してるみたいですね。で、私はもう、1時間おきに出走するっていうのはやめて、だいたい2時間おきですね、たくさん出るときでも。うん、さあ、これはダメだ、ね、この状態になるとギリギリまでブレーキを詰めるっていうのはやりづらいんで、どうしても早めにブレーキして開いちゃうんですよね、ここから。そうで、大体2時間に1遍出場するようにしましたね。まあ、そうすると、お、あ、立ち直った。うん、惜しい、惜しいな、あそこでスピンしてくれればと心の中のブラックガエル君が申しております。そしてまたサイドバイサイド。あ、これは1番手のダリオさん有利ですね。この筑波サーキットは、おう、うん、頑張ってくれたまえダーン君。この筑波サーキットはね、ブレーキをこう遅らせてさらに奥に突っ込んでってやってもあんまりいいことないですね。予選でタイム出そうとするときもこう突っ込んでとかやるよりも丁寧に丁寧に曲がっていった方がタイムは出ますね。まあ、これどこのサーキットでも多分同じで、かつ実車でも同じテクニックでありますね。予選の時ほど熱くなりすぎずに丁寧に。おお、大丈夫ダーン君、それ丁寧じゃないよ。このダーン君と前の2台が離されなければいいんですけど、徐々に空いてきているように見えますね。あ、でもここで詰まったかな。うん、そして後続は
お、5番手スナッピーさん上がってきましたね。うん、まあでも4秒あれば今のペースだと多分追いつかれることはないんじゃないですかね。うん、あ、ちょっと進入の角度がいまいちでした。さあレースは6周目ちょうど4分の1ですね。うん、この筑波サーキットも後ろからね追い立てられると結構嫌なコースに変わってしまうんですけど、こういう風に先頭を追いかけてると楽しいサーキットですよね。うん、お、フロントロック、うん、いや、 やっぱ2ヘアの今のところね、ヘアピンその字で2ヘアって言うんですけど、2ヘアの立ち上がりが私そんなに良くないですね。うん、今の最終コーナーもイン側の縁石に乗ると挙動乱れるんで、できるだけ乗らない方がいいですね。さあ1コーナー、ここが1部屋ですね。お、お、ダニエルさんがミス、うん、結構危なかったですね。ダニエルさんとダーンさんが交錯しそうになりましたけど、さあ前に周回遅れ現れてきましたね。なんだか徐々に離されてる気がする。うん、あの前にいる周回遅れが、ね、先頭グループをしばらく蓋してくれれば私追いつけるんですけど、おお、すごい譲り方やるな。サンキューサンキュー。うわ、結構やり合ってますね。1番手と2番手ダリオさんとダニエルさん。ね、それぞれセーフティーレーディングが B と C の方なんで、こうまだアイレーシングデビューして間もないこうフレッシュなドライバーなのかもしれないですね。いや、しかし前の3人タイヤが温まってきたのか、だんだん私離されてますね。筑波はねそんなにスピードが最高速が伸びないので、スリップ圏内に入るためにはだいぶ近づかないといけないですね。昨日のね1戦目のレースに比べて、その後もう1回スキップジジー師匠のトラックガイドを見て、自分の弱点を特に縁石に、出口の縁石に乗る癖ですね、それを矯正して、ね、今ちょっとだけ乗りましたけどね、もうあんまりがっつりは乗らないようにしてきたので、だいたい1周あたり 0.2 秒か 0.、まあそうですね、0.2 秒ぐらいはさらに速くなってるはずなんですけど、それでも前の3台が速くて置いてかれますね。うん、ただひとたびタイヤが温まって落ち着いていければそんなに波乱の起きるサーキットじゃないですね。その単独ミスするだとかですね、
そういったのはあんまりなくて、波乱が起こるのはもうバトルでサイドバイサイドになった時ですよ。やっぱ狭いのでお互い意地を張り合うと結構危ない。もうどっちかが引かないとですね。もうまたタイヤロックでミス。この間に追いつきたいですけど、いやー1秒下がったらねちょっと厳しいですね。さあレースは11周目だいたい半分近く過ぎたところですね。このねスキップバーバーで筑波のサーキットはギアを安定させるためにアクセルとブレーキの両踏みを私は多用してますね。これテレメトリー見ていただければわかると思うんですけど、アクセルをねほんのちょっと踏んでやると安定するんですよ。あ、そして前ダーンさんがミスった。これはスリップでついていきたい。あ、そしてまた最終コーナーもダーンさんミスりましたね。チャンス。いやいかん。そしてこのチャンスに私はシフトミス1個余計に上がってしまった。いかん、これはもったいない。せっかくダーンさんに引っ張ってもらって1番手2番手に近づくチャンスだったんですけど、いやこれはもったいない。ここもねテレメトリー見ていただけるとアクセルをちょっと入れたままブレーキで最後までじわっと残してっていう風に踏んでますね。やっぱりね、イン側の縁石に乗るとトラクションかかんないですね。特にリアタイヤが乗っちゃうとダメですね。もう乗るにしてもほんのちょっとぐらいにしとかないと。前とだいぶ離れてきましたね。ダーンさんと 1.1 秒差。またタイヤスモーク。でもこの筑波サーキットは煙幕ごときに脅されちゃいけない。ちょうど間に周回遅れ入りましたね。これはストレートまで抜かせないのかな。インを刺しての追い抜いてきましたね。そして私は抜かせてくれない。結構前のダーンさんとは距離離されましたけど、私もね3位争いしてるつもりなんですけどね。なのでこういう風に入ってられると邪魔なんですけど、ジェームス。いやー、おい、こら、ジェームス、おい、ジェーム。ジェームス君、ブルーフラッグ出てるでしょ。いやだからさ、もう頼むよ。ちょ、怖いんだけど君。それでまだ譲らないの。本当にさ、プロテストするよ君。
いやでさ、この危なっかしいのがね、いい加減にしていただきたい。これカーナンバー 11J。 ちょっとね、普段は温厚なガイル選手なんですけど、ちょっとね、これはあの全参加者に向かってカーナンバーと名前を叫び続けてね、青旗無視、カーナンバー11ね、ジェームス・レーンというふうに連呼していくのが効果的なんじゃないかなと。いやねえ、何なの君。カーナンバー11、やっと抜かしてくれた。Thank you very much。 いやー、久々にね、この原辰徳なレース、いやー、青旗無視はいかんですよね。その後ろの、そう、表彰台がね、遥か先ですよ。まあ、多分ね、あのまま追いかけていっても表彰台は届かなかったと思うんですけど、こんな終わり方はね、悔しいですよね。まあ、それは後ろの車よりも俺が速いんだってのはあるかもしれないんですけど、ね、だってこう、じゃあズバッとインさせてくださいよって言ってもあれはさせないですよね。今、まあ、とはいえ4番手ですよね。なのでこれちゃんとゴールすれば、まあ、チャンピオンシップポイント多分100ポイント以上は取れそうですので、気を取り直して、ね、またホワイトガイル君に出てきていただいて、いつもニコニコ笑顔のガイルチャンネルということで進めていきたいなと思うところでございますが、まあね、で、まあ、ジェームス君はね、ほらレポートするぞって、プロテストするぞと脅しはしましたけど、まあ、脅しとけば十分でしょう。わざわざリプレイファイルを切り取って、ね、こいつ青旗無視してますよ、こいつこいつっていうのも、あの時間がねかかるので、ちょっとね、売れっ子 YouTube 実況者を目指しているガイル選手としては、そういったところに時間を割くのではなくて、ちゃんとオフィシャルレースと練習に時間を割いていきたいなというところですね。いやでも青旗無視はいかんよな、本当。さてレースが18周目、ちょうど4分の3ですねを経過しようとしているところですね。で、前のダリオさん、ダニエルさん、ダーンさんは、6秒以上先ですね。そして後ろの周回遅れを挟んでスナッピーさんが5秒差に折られているので、あと5周ですね、まあ、1周1秒縮められなければ、4位の座は守れると。まあ、多分大丈夫だと思うんですけど、で筑波はこう結構我慢の、ね、コーナーが多いので、一か八かっていうコーナーあんまりないんですよね。そのブレーキングでとっちらかりさえしなければ比較的安全な、ね、まあ、今みたいにブレーキングミスすることもありますけど、ちょっとタイム落ちるぐらいで、来週かな、再来週のようなデトロイト、ベルアイルみたいにちょっとミスったら壁に激突みたいな、そんなことはないので、
コースそのものは安全です。ただしバトルは危ないですっていう特徴がありますよね。ですので、オフィシャルに参加される皆さんはブレーキングをねちゃんと練習した方がいいと思いますね。あんまり焦ってアクセル早く開けても加速しないですし、結構奥の方で R がきつくなっていくコーナーが多いですので、必然的にブレーキを軽く引きずってフロント荷重にして曲げていくっていう技が必要になるコーナーが多いですね。20周目で残り 3.5 周ぐらいですかね。ここのグリーンシグナル、今のところのシグナルって昔なかったように見えるんですよね。最近ここ10年ぐらいのうちに追加されたのかもしれないですね。さあレースは21周目残り4周。実はですね、これ3戦目なんですけど、筑波1戦目が昨日の収録の4フィニッシュだったものなんですが、1つ前のレースがですね、予選が5番手か6番手で、今の1部屋ですね、あそこで、もう前も後ろも団子になって、で前に追突するわ、後ろに追突されるわで、もう車が壊れてね、十何儀でしたっけ、もう散々なレースだったんですけど、それでがっつりアイレーティングまた下げられまして、この今日のレースでいいところでフィニッシュして、またアイレーティング戻したいなと思いますね。ただね、先週の VIR は、もうどんどん出まくって、アイレーティングを稼ぐぞと意気込んでたんですけど、このなんか落ちてる。この筑波はですね、ちょっと連戦する気になれないですね。不確定要素が多すぎて、その事故をかわせるかどうかがあんまり自信がないで、一旦ぶつけられてしまうと、もしくは自分からぶつかってしまうと、もうシングルフィニッシュは難しくなるんですよね。そうするともうアイレーティング下手すると100とか下げられてしまうので、このサンデーナイトライツ出場したいなというガイル選手としては、あんまりね危険な目に遭いたくないということで、筑波サーキットはこれで打ち止めかな。そしておお、なんかタイヤ取れてる、タイヤ取れた。今はね一瞬の判断だったんですけど、ブレーキかけなくてアクセルを踏み続けて正解でした。タイヤ飛んできましたよ、ね、あれもしぶつかったら衝撃の映像集みたいになって、ね、視聴者の皆様は面白いだと思うんですけど、私としてはぶつかりたくないというわけで必死に避けました。あれはいいんですか。いいんですかというか、なんかミサイル発射ボタンとかないんですか。あれこいつさっき嫌がらせされたからここでタイヤ外しちゃえみたいな、そういう風なね報復が待ってたとしたら怖いですね。そうなのでサーキットではあんまり自己中心的に振る舞わず、できるだけ周りに優しくで自分も安全にという風にしておいた方が、ああいった報復攻撃からは逃れられる可能性が高いですよ。この最終コーナーはうまく決まったな、いいですね。この右上の、ヘッドトゥヘッドで出てる、ラップタイム、これがベストタイムですね。この全体を通じてのベストタイムで、終盤になってくると1秒台に入ることもあるかなっていうのが私のタイムですね。ただね、予選だと1分2秒5は切れないですね。
で早い人は2秒前半を出してくるのでもうそこら辺の差ですよね。はい、というわけでこの最終コーナーをクリアすればチェッカーフラッグです。はい、フィニッシュ。4番手ですね。うん、私もあのグッドレースって言ってる集団の中にいたかったんですけど、まあね、ちょっとジェームス君がね、いやいやいや、まあ、これはしょうがない。あれでもなんて言ったら分かってくれるんですかね。ジェームスお前青旗振られてるだろうとか、もっとこうちゃんと一から全部教えた方がいいんですかね。というわけでまた、スタートからリプレイを見ていきながらお別れしたいと思います。この巻き戻しが大変ですね。今回は4番手スタートだったのでインを取れてよかったなってところですね。もう絶対にインキープですね。でアウトまで出られればまずは一安心ですね。おなんか後ろの方でここも、そうここね、こうのんびりアウトインアウト。おなんかえな、なに、なに、ちょっと気になるんで見てもいいですか。だいぶ後ろの方ですよね。違った、後ろ、はい、おこれはそうなんですか。ちょっと戻りましょう。まあ、あのクラッシュがあったおかげで、まあ、結構楽になったのかなっていう展開でしたね。無事に4番手取れましたので今週のスキッパーバーバーは、まあ、あのサンデーナイトライツは出るかも、出られれば出たいんですけど、まあ、先週の VIR みたいなああいう展開はねちょっと厳しそうですね。まあ、まず全然活躍の目はないでしょうというところですね。ちょっとね今週はもっと別の車を挑戦して いこうかなと思ってるところですね。はい、で明日は、先週の VIR サンデーナイトライツの収録を配信しますので、楽しみにお待ちください。日曜日の世界一決定戦ですね。トップオブトップスプリットですよ。ミスってる。はい、というわけで今日はこの辺りで締めていきたいと思うんですけども、チャンネル登録高評価いただけますと、また週末に向けて、頑張っていけるかなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。